で、はい、なかなか上の方のチームが簡単には、ね、勝てないですよね。さあここは突破、折り返してセルジーニョー、1点返した。2対1、分からなくなりました。今季2点目になりますセルジーニョ。第2節新潟戦以来のゴールです。長いボール入って山本ですかね、はい、これうまく緩急うまくつけて縦に抜け出しましたね。前田ですね。これはうまいプレーだったですね。一瞬スピード